はいどうもしめじです。仮面ライダートランスエンドヒーローズ、今日もやっていきたいと思います。はい、リニューアルしたコロシアムがね、まあまず1週間終わりまして、私なんとかねこのデルタ様を入れて、まあ、250何位だったかなに食い込むことができましたので、ストームコインをねなんと50枚いただくことができました。でデイリーミッションとかねウィークリーミッションでも結構ストームコインじゃんじゃんがもらえるので、結局合計今93枚という形になっております。ありがたい話でございます。そしてですね、進撃イベントの方もなんと極みアームズをね前回ギリギリで当てることができましたので、こちらの特攻ユニットを組み込んで、まあ、頑張ってはいたんですけども、まあ、私なりに頑張って41位とか2位とかだったかな、うん、になんとかなりました。なので、バロンレモンエナジーアームズこちらを4体いただくことができたので、まあ、3突させて、まあ、新しいコロシアムにも組み込んで、頑張ってやっております。なかなかねガードで星6っていうのが面白くて、使わせていただいております。はい、そしてイベントもいろいろ始まっております。強敵イベントで、仮面ライダースカル来週襲来ということで、まあ、おやさんがね遊びに来てくれておりますけども、レア強敵で、ゼロスペクターかが出てくるみたいな感じでね、2人にどういう共通点があるのかよく分かりませんけども、あとは緊急イベントの方で地獄兄弟参上ということで、まあ、まだキックホッパーしかいただいておりませんけども、ぼちぼちやっていきたいと思います。これね強敵の特攻でもありますのでね、キックは入れてやっております。あと復刻イベントですね、デルザー軍団万歳万歳ということで来てますね。こちらの方もまあおいおい、またやっていきたいなと思っております。ん、なんかバグってる、こっちの左側の画像が出ませんね。はい、あとはまあいつも通りコロシアムですね。ストームコインゲットしようぜアルティメットリーグということで、現在257位です。まだ始まったばっかりですけどね、まあ、25勝0敗ということで、バロンレモンエナジーアームズを組み込んで、まあ、ミドルばっか、ミドル2人とガードでやっていっております。うん、霊気とかね、ああいうその対策ユニットが全くいないので、ちょっとゴリ押し気味にね戦っております。そしてバトルロワイヤルもいつも通り、バトルロワイヤルがねちょっとなんか作業芸になってるんだよね。毎日15戦作業としてわーってもうほぼ自動みたいな感じでやってるんですけども、この辺もまたねちょっとリニューアルして変わっていってくれたら楽しいなとは思いますけども、こんな感じで今日は何するのということで、ストームガシャ星 6DRA 仮面ライダークロノスクロニクルゲーマー、ついに来ましたね。初参戦新規ユニットでございます。もうドンピシャのタイミングでの導入になりましたね。しかもショートですよ。めっちゃ欲しいんですけど、ね、ダン・マサムネ新社長でございますけども、クリティカルクルセイド消費量読んでアタック 1100%、 そしてテクニカル審判の時は厳粛でなければならない、こちら消費量2で敵全員の5秒間気絶させると。これね早速ねゲットしてらっしゃる方とマルチプレイでねご一緒させていただいたんですけども、もういきなり画面中の敵がねピヨ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 しらすのでびっくりしましたけど、何バグってんのとか思ったらこういうテクニカルがあったんですね。はい、めっちゃ欲しいっす、当たり前ですけど。まあショートがね、まあ足りない足りない言うてショートの星6を求める旅を続けているわけなんですけども、今まではねゾンビゲーマーですよね、今回も入っているのかな、入っていたねこのゾンビゲーマーがめっちゃ欲しい欲しい言ってたんですけども、今回初参戦のクロニクル、こちらもめっちゃ欲しい、当たり前だけど何回も言うぜというわけで、11連ストームコイン50枚使ってやっていきたいと思います。まあ今回星5以上は11連では確定ということなので、クロニクル来てくれ、行きましょう。ガシャル、ガシャを引きますよ、お願いします。最近ですねこの11連の方では全然ついてないんですよね、まあ、金には光ってますよねそりゃね。はい、どうなんでしょうか、頼む。はい、というわけでまあモザイクつけさせていただきましょうか。もう私の反応でなんとなくねうすうす感づいてらっしゃる方もいらっしゃると思いますけども、まあモザイクつけて一気に見ていきましょう。はい、どうぞ。マシンチェイサー、星さんミドル、仮面ライダーアギトトリニティフォーム星さんロング、仮面ライダーガイムパインアームズ星さんガード、仮面ライダーダブルサイクロンジョーカー星4でミドル、仮面ライダー龍騎サバイブ星4ガード。あ、これあれですかね、ピックアップですかね、特攻かな。仮面ライダーザビーライダーフォーム星4ガード、ウェザードーパント星4ロング、仮面ライダー龍が星4ミドル、
仮面ライダーメテオ、星4、ミドル。というわけで、まあ星4結構多いね。まあ使わないけどね。リュキサマイブが来てくれたので、こちらはね、連戦、強敵イベントの方でね、使っていこうかななんて思ったりしなかったり。では、上の方、右側から見ていきましょう。はい。はい、仮面ライダードライブタイプテクニック星4ロング。なんかね、上の段によく割り込んでくるイメージがあるな、星4。タイプテクニック。ね、パッシブ、素敵なパッシブですよね。トレーニングポイントが、プラス 20% というね、素晴らしいのをお持ちの方ですけど、いらねー。では、左側見ていきましょう。こちら。ドン、仮面ライダー電王、アックスフォーム星5ロング。ダイナミックチョップですよ。そうなんだ、星5でいたんだ。どうするよこれ、どうしましょうね。ありがとうございます。キンタロスがね、来てくれました。最近の11年こんな感じで微妙続きでございますけども、どうしよう。でも諦めきれないクロノス、11連はこんな感じですけども、チケットね、チケットプレチケが10枚ありますから、こちらで単発で当てていこうよね。単発意外と来るから。では行きましょう。ガシャを引きますよ、お願いします。ダメ？ダメか、くすんどるの。はい、星さん、オーズ、タトバコンボ、タトバ、タトバタ。星4、ナイトサバイブ、あ、これ2体目だ、前来てくれたやつだ。星3、仮面ライダー、アギト、フレームホームロング。星4、仮面ライダードライブ、タイプスペシャルロング。星4、仮面ライダー、ウィザード、インフィニティ、ドラゴンロング。星4、仮面ライダー、ムキムキ1号、ショート。はい、星4、おお、仮面ライダーオーズ、プトティラコンボ、ショート。これニューですね。持ってなかったっす、プトティラ。素晴らしい。星4だけどね。なるほど。仮面ライダー外部、ジンバーレモンアームズ、星4ロング。お、仮面ライダーフォーゼ、ロケットステイツ、星4ロング。星4ロングか。おい、仮面ライダーストロンガー、星4ショート。ダメだ。ダメだ。星4ばっかりだ。結構持ってないね、ユニットとかも来てくれたのでありがたい話ではございますが、あー、じゃあストームコインまだ43枚あるから、まだ期間内に1回引けるかな、もしかして。はあ、クロノス。はい、それでは前回もですね、まあ11連ポシャって、プレチケでもポシャリポシャリで、ダブルチャンスガシャ、こちらで極みが来てくれたので、まあ同じようなね、奇跡は二度と起こらないとは思いますけども、それでもやる、せっかくもらったから。ストームダブルチャンスガシャでこちらクロニクルをゲットしていきたいと思います。ゲットしていきたいと思いますってもう言うからね。はい、行くぞ、よろしくお願いします。引きます、頼む、ショートを俺にくれ、お願いします、頼むって。お、やばい、マジだ、完全にこの間と一緒ですね。11連で微妙で、プレチケで微妙で、さっき言ったけど、そしてこのダブルチャンスガシャ一発勝負で来た DRA 仮面ライダークロスクロニクルゲーマー社長ショート、ついに星6のショートをゲットしましたよ。うわ、めっちゃ嬉しい、嬉しい。さっき読んだけど、クリティカルクルセイド、審判の時は厳粛でなければならない、ならないです。いや、素晴らしい、あ、ありがとうございます、やったぜ。いや、めっちゃ嬉しい、これは嬉しい。縦にしとこうね、横画面だけど縦にする。いや、かっこいい、これ嬉しい、何回も言う、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。ついに、ショート星6もゲットいたしまして、
じゃあこれで強敵イベントもまた頑張っていかないといけないね。よし頑張るぞっと。そしたらこの仮面ライダークロノス、クロニクルゲーマーの必殺技を見て今回もニコニコでお別れしたいと思います。はい、それではスカルにクロノスの必殺技ぶちかまして今回は終わりにしたいと思います。いきましょう、クリティカルクルセイド。かっこいい。死という瞬間のまま永遠に止まり続ける。はい、というわけで今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。しめじでした。バイバイ。